ロハカズキです。アロハカレイです。今日は2回目のショートボードにチャレンジしたいと思います。前回初めてショートボードチャレンジしたと思うねんけど、まあ、その時はまあかなりのアドバイスもなしで波には乗れたけど、まあ、本当にもうどこに立てばいいかテイクオフのタイミングからもう全てねちょっとわからないまま終わり、まあ、それからちょっと今2週間3週間ぐらい経って、まあ、ちょっとロスとか言ってて全然あのサーフィンできてなくて、でここ数日ちょっとコスコボードで3日4日ぐらいかなちょっと毎日サーフィンして、で今日また2回目のショートボードをチャレンジしたいと思います。はい、じゃあ、はい、これですね、乗るの最初一番直さないといけないのは、漕ぐとき、位置が上がってないと思う、前も、後ろすぎか前すぎだったの、だからこう浮きすぎて、あんまり進んでないか、ノーズがテイクオフ刺さってたみたいな、ここからぐらい、ここからぐらいまでは水に入んないように、ここは浮かなきゃいけないんだ。そうそうそう、でこう下に押すじゃない、こう押しても刺さないようぐらいの位置がいいんだ。こうやってやんないといけないけど、刺さってきて、これでもちょっと助かるから。あとに立つとこ、後ろすぎなんだよ、別に悪い場所じゃないの、タンペコするとき足後ろがいい、でもだいたいカスケ立ってるとき、後ろの足パイズの位置もあ、ここら辺、あで、これベースでもうちょっと前の足ちょっと開けてしまって、もちろんすごい急だったらもうちょっと足後ろ行っていい、じゃあ今日のポイントは板の位置だね、全部位置だね。わかりました。いろんな場所を別に今日ちょっと風があって人がいるから、まあ、唯一ここ人がいないくっていい感じかなと思って。そう、今日めっちゃ風が強い、またちょっとハードなセッションになりそうね。でもまあまあ人がいなければ、ハードかもしれないけど人がいなければ乗れる確率が高いから、それ目指そう。波は多分6日ぐらいセットで、すごい惚れてる波じゃないけどパワーはもちろんある。今日本当はもちろん超得意な波だ。オッケーです。はい。風がもっと上がっちゃって見えるか分かんないけどやばいです。嘘、なんか今日いい回転を買えば今の乗れないかなと思ったけど乗れたいじゃん。
はい、できる、いける。レギュラー、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 レギュラー。カッキー、ナビ。おいで、おいで。カラニの方、こっち。一緒にカラに乗れなかったのマジ悔しい。めっちゃ良かったね。すごかった。カラにも最後の方に塩水がボーンと出てきたの見てさ、わーって感じ消えたと思ったら出てきた。すごかった、すごかった、すごかった。イエーイ、大変良かった、良かったよ。イエーイ、カラに一緒に乗れなかったの悔しい。あ、いける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 。もっとレッド、もっとレッド、もっとレッド。あー、俺だけ、俺だけ。あ、これいける、これいける。ちょっと待って、そうそうそう、これレギュラー、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 レギュラー。もうちょっとレギュラー向けばよかったんだよ。余裕だったじゃん。あー、今の波惜しい。好き、チェ、裏の待てばよかったね。怖いと思うけど、もうちょっとさっき急の波から。今のめっちゃぶっ飛ばされた。カズキの夢中すぎて気づいてなかった。やばやば、めっちゃギリギリだったね。奇跡的に乗れた。
丈夫大丈夫、もう一個潜って。わあ、結構曲がれてやばい。大丈夫大丈夫。こっち行きな。こういうのでいいよ、こういうので。そうそうそう、説明はなくても。でもそれは意外と普通っていうか、みんなでかい問題なんだよ。あの板移すときに、ちっちゃい板に移動するとき。まず手首を決めようよ。お疲れ。楽しかった。楽しかった、ね。うん、なんか漕ぐのも前より軽くて、で、うん、思ったよりまた乗れて、すごい嬉しかった、うん。ちょっとでも掘れると、もう全然刺さったりとか、ね、全然まだまだ。まあまだまだだけど、全然いいの乗れてて、うん、ね、こんなもんだよ。で、全然だから嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ね、うん、もう今日も全然嬉しい。だけど、海入る前に位置とか教えてくれて、うん、でももうそんな、あの、もうできひん。だからもう最初はそんな余裕がないやん。自分がどう立ってるかどうかもう正直映像見ないと分からへんし、うん、もう何が何だかあんまり分かってないから、うん、まあ、とりあえずもうあれやね、やるしかないって感じやな、うん、なんか、まあ、一応頭には入れてできるようになったらもっと意識するようにするけど、でもそうやって彼女に言ってくれたから頭には一応意識はしてたね、うん、お疲れ、ほんとよくやったよ。でも、うん、なんかショートボードもなんか楽しかったね、うん、全然違うもんね。全然違う、うん、し、なんか今日はまたちゃんと違って波があったやん、結構、うん、だからちょっと怖いのも結構怖くて、うん、ね、うん、まあ、車で言うとあれ、普通の車がロングだったら F1 級に乗ってるみたいな感じだよね。あ、なんか分からず、まあ、車運転したことないからあんまり分からないけど、うんうん、めっちゃ速い車急に。そう、なんか立ってる感覚がもう硬い、下が硬いやん、うん、なんかそれも全然違う、ね、けどスピードめっちゃ出て、うんうん、よかった、めっちゃ楽しかった。ありがとうございました、撮ってくれて。お疲れ。はい、では本日は以上です。いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではマハロー。